魚竜。魚竜、ギ魚竜は、絶滅した、海生爬虫類。イルカに修練進化しており、同様の生態的地位についていて、中生代の大部分にわたって生存していた。約2億5千万年前に、恐竜、約2億3千万年前に、出現よりやや早く出現し、恐竜の絶滅よりも2500万年早い9千万年、前に絶滅を迎えた。 三畳期前期に陸生爬虫類のいずれかより進化して、水性適応したが、魚流の祖先にあたる陸生爬虫類は、現時点で、不明である。そういう未類に属するのは、間違いないが、その二大系統である鱗ろ流系類、トカゲヘビや主張流を含む系統や、主流系類、カメ及びワニや恐竜を含む系統には属さず、それらが分岐する以前の、 より古い系統に発するのではないかとされる。魚竜は、ジュラギに特に繁栄したが、白亜紀になると、水生捕食者の頂点の地位を視聴竜やモササウルス、類にとって変わられた。木名は魚竜名である。1840年に、リチャード・オーウェンにより、魚ヒれ足の意味を持つイクシープテリッチアの語が提案されたが、現在その語は、イクシア・ソリアの一つ上の階級名である。 魚竜上目として使われている。魚竜の体長は平均2から4メートルだが、これよりも小型のものも大型のものも存在する。ネズミイルカに似た頭部を持ち、長くて歯のあるフンを持つ。ただしパラオフタルモサウルスのように歯を持たない魚竜もいる。尾びれは大きくて上下に広がり、ヒレによる推進力を制御するのに使われていた。 肺呼吸をするために海面に浮上する体制であり、実際に体重を持つ化石や出産中に死亡した化石が発見されているが、体制であることはこれらの化石の発見前から予想されていた。肺呼吸をする海生生物が卵を産む場合には、ウミガメやエラブウミヘビ科のウミヘビのように陸に上がらなければならず、そうでなければ海面で妖体を産む必要がある。 マグロのように高速遊泳に適した体つきをしており、また、原生のクジラのように深海にも潜った、モタニ・リョウスケ2000によると推測される。巨竜の最高率速度は、秒速1.5メートル、モタニ・リョウスケ2 0 0 0によると推定される。あくまで最高率速度であってこれは、原生のマグロ類とほぼ同等である。体重は、体長2.4メートルのステノプテリギウスが、 およそ163から1 6 8キログラム、4.0メートルのローサルマソリスアイスニカスの場合には930から9 5 0ラムになったと推測されている、モタニ量による。魚流は、魚ではないが、魚に似ている。古生物学者のスティーブン・ジェイ・グールドは、魚流は平行進化を説明するのに良い例だと、述べている。この群においては、構造の類似は相似であり、 騒動ではないからである。なぜなら、このグループは。実際、イクチオサウルスの最も初期の復元では、硬い骨格の構造を持たない背びれの存在は、見逃され省略された。その後1890年代に、ドイツのホルツマーデンのラーガーシュテッテから回収された、元らしい保存状態の標本がヒレの後を明らかにした。餌については、多くの魚流が、 ベレムナイトと呼ばれる、頭足類に極度に依存していた。一部の初期のイクチオサウルスは、甲殻類を砕くことに適応した葉を持っており、おそらく魚も常食にしたと考えられている。また、数少ない大きな種は頑丈な顎と葉を持っており、自らよりも小型の爬虫類を捕食していたことが示唆されている。魚類は、大きさがとても幅広く、また長く残存したために、 餌の種類も幅広かったことが考えられる。典型的な魚流は非常に目が大きく、鏡膜林で保護されている。このため光の少ない夜間でも餌を探すことができたとされている。魚流の化石はウェールズから出た化石の断片をもとに1699年に記載された。最初の化石化した石水は1708年に2度公表され、 世界的な洪水の明らかな証拠と言われた。初めての完全なエクチオサウルスの化石は、1811年にメアリー・アニングによって現在ジュラシック海岸と呼ばれる場所に沿った英国南部の町、ライム・リージスで発見された。1905年、アニー・アレグサンダーの出資により、カリフォルニア大学のジョン・シー・メリアム率いる恐竜発掘遠征が、 ネバダ州中部から25の標本を見つけた。その地域は山上期には浅い海だった。標本の一部は今、カリフォルニア大学古生物学博物館に収蔵されている。他の標本は岩に埋め込まれており、ネバダ州内郡のベルリンイクチオサウルス公園で見ることができる。1977年には山上期の魚流である。 ショニサウルスがネバダの州の化石になった。17メートルに及ぶショニサウルスの完全な骨格を所有しているのはネバダ州のみである。1992年にカナダの魚類学者エリザベス・ニコルス博士ロイヤル・ディレル博物館の海洋波虫類の学芸員は長さ23メートルに及ぶ史上最大の化石標本を発見した。最も初期の魚流はカナダ。 中国、日本及びノルウェースピッツベルゲン等の初期及び初中期、オレニョク期とアニス期の三条基層から出土する。これらの原始的形式は、チャオフサウルス、グリッピア及びウタツサウルスを含んでいた。これらの非常に初期の原魚流は、現在では魚流目ではなく魚流系類、イクシープテリッジアに分類されるモタニ1997、モタニエア千ル1998のだが、 これらは三畳期初期の終わりから三畳期中期の始まり頃には真の意味での魚竜へと急速に進化した。魚竜は様々な形態へ変化したが、それには海蛇に似たキンボスポンディルスのようなものやミクソサウルスのようなより小さくより典型的なものを含んでいる。三畳期晩期までには魚竜は古典的なシャスタサウルス及びより進化しイルカに類似したヨグシアソリア。 カラフォーナソリス、トリトクニーマス及びパーバペルビア、ハドソンリデ,ディア、マックオーワンヤの両方からなった。これらはもっと高度な形式へ発展していく側系統である、シャスタソースも含めて進化の連続体を成しているのか、あるいは両者は早い時期に共通の先祖から発展した個別の単系統なのかどうかについては、専門家の意見は一致していない。三気候のカールから、 ノリアンキに、ショニサウルスは巨大なサイズに達した。ネバダのカーニアンからの多くの標本から発見された、ショニサウルスは全長15メートルだった。ノリアンキのショニサウルスは太平洋の両側から発見される。ヒマラヤソリスティベテンシス及びティベティソリス、おそらくシノニムはチベットで発見された。これらの大きな全長10から15メートル魚流は、 ショニサウルスと同じ種類に属するモタニラ1999年ルーカス PP117 から119一方巨大なシャナソリスシーキャニンシスはその以外がエリザベス・ニコルスによってブリティッシュコロンビア州のパーデネガン層で発見され全長23メートルにも達したこれは基地の最大の海洋波虫類であるこれらの巨大生物は それよりも小型の禁煙種と共に、ノリアン期の終わりに姿を消したようである。三条期末である、霊ー期の魚竜はイギリスで発見され、ジュラ紀初期のものに非常に似ていた。恐竜のように、魚流及びそれらの同時代の主張竜は、三条期最後の絶滅イベントを生き残り、急速に進化して、ジュラ紀最初期の空位となった生態的に、を占有した。 ジュラキ初期は三畳基板期と同様に魚流の前盛期であり、それらは全長1から10メートルまでの幅を持つ四科を呼び、様々な種によって代表される。その属は、ユーリノサウルス、イクチオサウルス、レプトネクテス、ステノプテリディウス、テムノドントサウルス、並びに、ノリアン期の先祖からほぼ変わらず、原始的な姿を保った、スエバラバイオさんである。 これらの動物はすべて流線型でイルカに類似していたが、より原始的な魚竜は、引き締まった体をしたステノプテリギウスなどに比べて、長い体をしていた。魚竜は、ジュラキ中期においても繁栄し、オフタルモサウルス化が出現することとなった。彼らの飲めは巨大だったので、薄暗い深い水の中で餌を探したという可能性が高い、モタに2000。 オフタルモサウルス科の魚流の中には、プラティプテリギウスなど白亜紀でも存続する属が複数存在した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。